で今回はですね、こういうものを買ってきました。バッテリーです。バッテリーが2個入ってました。バッテリーが2個ですね。バッテリーが2個ですね、それと充電器、充電器ですね、充電器と充電するための USB ケーブル、それとサービスか分かりませんけども、こうレンズとかカメラとかを拭く布ですね。それに取扱説明書って言っても大した取扱説明書じゃないんですけどね。でなんでですねこれを買ったかというとですね、たまたまアマゾンの通販のとこを見てたらですね、私アクションカメラを使ってるんですよね、3台使ってます。 GoPro のですね Hero 4と、最近買ったですね、最近買ったこれがなんだ、これが一番新しいやつですね。ウィミーの Q1 っていうやつですね。まあ格好はもう GoPro とほぼ一緒ですよね。それとですねこれが、去年の暮れ頃だったかな、買った赤楚のEK7000 です。でこれはですね全部まあ赤楚の EK7000 もウィミの Q1 も GoPro の Hero4 もそうなんですが、全部 4K が撮れます。でこのアクションカメラは何で買ったかというとですね、この2つはですね、あったかくなったらですね水遊びをしようと思ってですね、で水遊びをするのにですね、ネットでいろいろ見てみると、たまに、GoPro を水没させてダメにしたとかですね、そういうのが載ってるんで、 GoPro ちょっとやばいかなと思ってですね、この2機種安いんですよ、両方とも5000円ぐらいで買ってます。まあ5000円ぐらいだったらですね、まあもし水没させてもまあ諦めつくかなということでですね、買いました。で最近ですね、これも比較動画撮ったりとかしてアップしてるんですが、バッテリーがですね両方とも2個ついてたのかな、両方とも2個ついてるんですけども、まあ EK7000 はですね、赤楚の EK7000 はそうでもありません。問題はですねこのウィミズの Q1 なんですよね。充電をしてですね、バッテリーを結局カメラの中にですね入れたまま持って出るとですね、満タン充電したのにですね現場で使えないんですよ。もう全部放電しちゃってるんですよね。なんか回路はおかしいんだと思うんですけどね、なんかがその電源を切ってても相当電流が流れてるんでしょうね。
現場に着いたら結局そのバッテリーが空っぽになってるんでですね、まあこれも2つついてるんでバッテリーが、まあそれを使ったりとかしてたんですよ。でもですね、まあバッテリーの消耗が早いです。これはバッテリーの消耗が早いんで、今はですね充電をしても本体から取り外してですね現場に持っていくようにしてます。これを使う時はですね、取り外してケースの中に入れてですね、別に保存をして持って行って使ってます。でたまたまアマゾンのですね通販を見てたら、赤層の EK7000 でもウィミの Q1 でも使えるバッテリーっていうのを売ってたんですよ。これはいいと思ってですね、それで買ってみたんですけどね、2つ、形状が若干違います。この角がですね角張ってますけども、7000かな91どっちかな、まあ、この角が丸くなってたりとかするんですけども、でこれがで、これがですね EK7000 かな EK7000 ですね EK7000 に、あ、出てよこれ EK7000 に入れて、電源を入れるとですね、ちゃんと使えるんですね。ちゃんと使えます。わかるかな？で、これを電源をですね、切って、これがウィミーの。Q1 ですね。これを電源を入れると、ちゃんと使えますね。これはいいっていうことでですね、おまけに充電器もついてるしですね、いうことで買ってみました。まだですね、どれぐらい持つとかですね、電池の持ちようはどうなのかっていうのをテストしてないんですけども、今入れてみた感じではですね使えるんだと思います。で金額もですね、バッテリー2個とですね充電器、結局さっき、の結局セットですね、このセットでですね1440円でした。まあお得ですよね。1440円でバッテリー2個と充電器ケーブルついてますから、非常にお得だと思います。ということでですね、今日は EK7000 と Q1 のどちらでも使えるバッテリーが格安で売ってたので買ってみましたというご紹介でした。ありがとうございました。